気持ちあでもそんなに難しくなさそうだぞやってみるかえーペストリー用の小麦粉えーゴールデンシロップゴールデンシロップってなんだ幻の素材じゃなくてゴールデンシロップないぞゴールデンシロップがないえーここはメープルシロップで代用しますシロップなので大丈夫です色も一緒です オッケーです落花生油えー、そんなものはないですひまわりオイルで代用します大体一緒だったら大丈夫です4 9 g オッケーですヘラ、えー、のつけ具で混ぜ合わせる余裕です、えー、ロータスシード、えー、一体何のことかさっぱりわかりません えー、おそらく種です。えー、種。つまりナッツです。ヘーゼルナッツ。これで代用します。25秒茹でます。大丈夫それ。大、大丈夫それ。豆。豆溶けきてないよ。まあ、いいか。えー、ここに落花生油。 ひまわりオイルですそしてグラニュー糖、えー、これを焼く温度はまあやりたいようにやってください焼きますはいこれで大丈夫ですできましたなんかよくわかんないけど大丈夫ですうわ大丈夫です卵黄分離器 で、卵を400分離します大丈夫です信じてください分離しません分離しません分離, <laughs> 分離しなくても最悪大丈夫です沈めば一緒ですできました月餅の皮ですえ月餅の焼き方ないですこれでいいです一応焼き時間を見ましょう 4分50秒。だいぶ焼きます。<laughs> 大丈夫です。信じてください。何ができるんだちなみに。まず、月餅を知らん。大丈夫、大丈夫。餅になるよ。信じよう。レシピ通り作った。施しました、できる処置は。はい。当病院の医療の全てを用いて、全身全霊で。 全身全霊全身宣言やらせていただきました月平じゃなくて月餅作ってからこっちはやめてくれや困るぜどうだ焼けるか焼けてくれーってかななどういう化け物が生まれてくるのか <laughs> めっちゃ気になるんだけど一体何が生まれてしまうんだろうあ化け物が焼き上がってるす待って 思ったよりちゃんとしちゃったどうしよう無難にデコっておくかリンゴぶち込んどこうここにあ,あリンゴ持ったままだと売れてる売れてる